はい、ということで引き続きやっていきましょう。 e ショッピングチャンネル終わるってよということで、今回も1本ソフトを選びます。今回やるのはどっちにしよう、どっちか悩んで、君と僕と立体か、じゃあこっちにしてみましょうか。君と僕と立体。はい、飯野賢治さんがね作った作品ですね。さあやっていきましょう。はい、来ました。君と僕と立体。お、はい、作ってください。あ、ポインターが細め、 B のポインターのその細めのどうでもいい、そこはどうでもいい、そこ突っかかるとこじゃないですからね。はい、君と僕と立体でございます。ペケポンポンポンつって始まりました。あ、ムービーですね。男の子と女の子、どれかを選んでね。じゃあ初めて遊ぶ時のゲーム説明と練習をしましょう。基本ゲーム練習。こんにちは、僕はキュービー。これから君と僕と立体の遊び方の説明とゲームの練習をするよ。一つ一つ分かりやすく説明や練習を進めていくけど、先に進みたいときはマイナスボタン、途中でやめるときはプラスボタンを押してねと。分かりました。お、あ、立体が綺麗に出てきました。今現れたのがこのゲームの舞台。宙に浮いた立体が見えるでしょ。この空間に人魚を投げ入れて落ちないようにバランスを取るゲームなんだ。キューブ1。60秒で5人乗せろ。ゲームを始めると今のようにゲームをクリアするための条件が出るんだ。例えば今の場合だと60秒以内に5人乗せれば OK という意味だよ。はい、わかりました。画面の左上にある時間は残り時間、右上にある数字は乗せる人数、制限時間内に指定された人数を立体の上に乗せれば OK。 わかりました。はい、どんな風にゲームが進んでいくかを実際のゲーム画面で見てみよう。操作方法は後で説明するよ。お、あ、投げ入れた。今投げ入れられたのが人魚。立体の上に2人人魚が乗ったから画面上の乗せる人数が3になったねと。お、あ、2人ずつ投げ入れなかんのか。今のように人魚を立体の上に2人ずつ投げ入れていくんだけど、人魚の重さで、立体を傾いてしまうんだ。どっちに傾いているか表面の色でわかるよ。表面の色。立体が傾きすぎてしまうと人魚は立っていられなくなって倒れてしまうんだ。そのままにしておくと滑っていって立体から落ちてしまう。あの女の子が、あの女の子を救いたいうるせえなって。立体から人魚が落ちてしまうと残り時間が5秒減っちゃう。時間は大切にした方がいいですよと。だいぶ傾いてますけど、君たちは全然大丈夫だよね。立体の上に指定された人数を乗せるとジャッジに入るんだ。ジャッジの途中で立体から落ちなければ OK。 だけど一人でも落ちるとやり直し。あ、クリア。そうも人魚次第やな。人魚のその、なんだ、バランス感覚によるよね。滑んなよと。お前は滑るんじゃないよ。倒れんじゃねえぞと。いうプレッシャーをいかにかけていくかみたいなところじゃないの。ジャッジ中に誰も立体から落ちなかったね。ジャッジ成功で条件をクリアしたんだ。こうやって条件をクリアしていくという流れを6回繰り返すとゲームクリア。次は操作を練習。はい。2人で遊ぶときも一緒。練習中に操作の仕方がわからなくなったら1ボタンを押してた。人魚を投げることだけ。人魚を2人同時に投げるんだ。はい、人魚をリモコンの中に産むこと。ほう、
右リモコンを上下に2回振ると人間2人が入ってくると。やってみます。はい、やってますけど、あ、今からですね。はい、お前はまだ早いぞとなってからだぞと。はい、じゃあやってみましょう。今いいんだね。おい、バラボドブデンスって言いましたね。はい、ウィームコンの中にいる人形を立体のどこに投げるかを決めよう。ポインターを動かして A ボタンで決定。はい、すごい丁寧に教えてくれますね。2箇所決めろと。もうじゃあこの真ん中になるべく近づけて左右に置いていきましょうか。はい、その2箇所で決定だね。最後にウィーリモコンを振り下ろして人形を投げる。ほっと、もうリリースする感じですね。速さは関係ない、慌てずに振り下ろしてくださいと。さあやってみましょう。ほい、あ、投げました。逆が良かったな、男の子と女の子しょうもないことを言い出す。ゲーム中立体が傾いてしまってゲーム画面が見にくくなったら B ボタンを押すとその方向を変えることができるから、それも覚えよう。はあ、B ボタンで見る方向を変えるのはいつでもできるよう、もう一度押せばまた別の方向になる。ええ、あら、よくできている。はい、もっと人形を投げ入れる練習ね。4人、まずは振って、はい、入れて、はい、配置して投げる、振って、投げ入れて、あ、キューブの上をしっかり狙わなあかんのか。じゃあこれ向きを変えなあかんのか。振って、あ、落ちるよ女の子。あ、落ちちゃったわ。あと一人、ちょっとまた男の子が落ちそう最初に配置した男の子は。よし、クリアです。一人こけながらクリアです難しいなこのゲーム結構。ゲームを上手に進めるために人間のことをもっと知ってみよう。投げ入れた人形は立体の上に自由に動くけど、それは立体があまり傾いてない時だけ。傾きが大きいと倒れないことで精一杯なんだ。お、傾いたぞ。今立体の上に人形が2人いるね。傾きが大きいから1人倒れちゃうよ。でももう1人が助けようとするんだ。倒れたままだと滑って落ちちゃうからね。お、1人倒れた。お、助けに行く。はい、起こしてあげる。どう思って、いや、いいんだっつってね、うん、倒れた人形を助けたね。人形はお互い助け合おうとするんだ。だから立体のバランスを考えて人形を投げ入れることが大事。なるほど。お、だいぶ端っこに投げた。みんな崩れてるやん、みんな倒れてる投げ入れたてのやつがすぐ倒れた。あら、あら、全員落ちた。ああ、バランスを考えずに人形を投げ入れたから立体が大きく傾いてみんな落ちちゃったね。こうならないように注意が必要だよ。なるほどね。はい、立体の上に人形6人、バランスを崩さないようにね。90秒で6人乗せろというミッションをいただきました。なるべく真ん中に配置しよう。どうしてもなんか B を押してしまうな。え、もう倒れそうになってるやん。 B をどうしても押してしまう。さあ、バランスはなるべく保ってます。あと2人、ちょっと待って、ポインターが消えた。
投げ入れて、はい、6に乗った。オッケー、クリア。一人倒れながらもなんとかクリア。もうゲームに随分慣れたみたいだね。それじゃあもう少しだけ覚えよう。まだあるんです。結構長め。チュートリアル結構長めです。ウィリムコンを振って人魚を産むとき、たまにいつもの人魚じゃない白人魚というやつが生まれる。おう。ああ、たまに違う音が鳴る。ブルッと震えない。白人魚が生まれたさ。ああ、こういう音だけになるか。音はいつもの音。うん。これがリモコンに人魚が生まれた音。次は白人魚が生まれた音。トッポケペオルプンつって言うね。これがリモコンに白人魚が生まれた音。トッポケペオルプンつって。実際やってみよう。何人目かで白人魚が生まれるらしいです。普通の人魚やな。まだ普通の人魚。あ、来た。白人魚が来たぞ。一人だけ生まれる。分かった。じゃあ白人魚一体。あ、一人落ちたで。一人落ちたけど、人魚には白人魚の姿が見えていない。白人魚は人魚たちにいたじらをするんだ。あ、こかす。互角やな。いや、極悪野郎やな。白人が人魚たちにいたずらをしたり、その後喜んでる時にはっきりと姿を現すんだけど、その時は倒すことができるチャンス。今は姿が見えてますもんね。姿を現したポイントを合わせて A ボタンで押して捕まえよう。あとは人魚を投げてぶつけるだけ。ほう。白人魚。そっか、もうこれもう決め、もう決めた位置には投げないとあかん。はい、投げつけた。あれ、投げつけて、ん、なんで投げつけられない。ん、どういうこと。ちょっと待って、操作説明。いや、それは知ってんねや。投げつけられへんから困ってんの。あ、いったいった。投げれた、投げれた。やっと投げれた。なんでか投げられんかってん。倒せば時間が10秒増える。最後に一つだけ、クリアするための大事なルール。立体の上に指定された人数を乗せていても、すべてのキューブに人魚がいないとダメなんだ。すべてのキューブに人魚を乗せないとクリアにならないと。これでクリアか。なるほど。すべてのキューブに乗せないと意味がない。はい、人魚を8人。白人魚も生まれるよと。じゃあ頑張ってフライでやってみましょう。
ランス取れてない。バランスが取れてないみたいです。さあジャッジ入った。はいクリア。ジャッジが短いね。だいぶバランスは取れてなかった方だと思うけど、白人間出てこなかったし。さあじゃあ一人で遊んでみましょう。レベル6の1、2、3、4、5、36、36、36、36です。あ、音楽を決めれるのか。じゃあ君と空間にしましょう。36ステージあります。レベル1の挑戦。はい、100秒で2人乗せろ。余裕ですね。どんどん行こう。早速生み出しました。はい、クリア。あら、振り落とされるやん。あれ、女の子1人は無事。女の子1人無事なんは謎。100秒で3人。女の子1人なんであれ無事やねん。もし男の子1人なんで落ちたい。ナイスプレイだそうです。あれ、 A ボタン押してもんか。さあ乗りました。はい、クリア。なんとかクリアです。また何人か落ちた。何かくっついたまんまやねんな。それが謎や。100秒で4人乗せろ。さあ生み出して、さあ上に乗っけましょう。人数的には OK なんですが、立体全体乗っていません。さあどうだ。はい、クリア。無事クリアです。落ちてった。なんだ今度は。さあ立体が増える。100秒で5人。さあこれでどうだ。はい、クリア。さあまた何人か落ちましたよ。さあ立体の数が増えていく。キューブ5。100秒で6人乗せろと。ここら辺にしとこうか。見えない。見えない。ほぼ見えない。ちょっとポインターが出ない。あー、人落ちた。さあ全員乗りました。なんとかクリア。なんとかクリアです。ああ、3人も落ちてった。
さあこれで立体が6個になりましたね。最終キューブ100秒で6人乗せる。乗せていきましょう。さあ、あと1箇所。さあ、どうだ？ OK、クリア。無事クリアです。ああ、残った人数だけ、なんか巣立っていった。鳥になる。23でした。あれ、26？ あ、3、え？どういうこと？もうわかんない。3人死んだってこと？よくわかんない。26分の23でした。そっか、これが1面か。結構な量になるな。これで36ステージ多いな。結構遊べますね。さあ、もう1ステージやっていきましょうか。100秒で2人。まだ白人間出てないから楽ですけど。はい、余裕ですね。余裕です。さあ、立体が増える。100秒で4人。よし、クリア。ああ、2人に振り落とされた。さあ、立体が増えて3つになります。100秒で5人。さあ、クリアしまして。ああ、2人落ちる。さあ、立体が増えて4つ目の立体ができた。100秒で6人乗せろ。あー、1人落ちた。なんとかクリアです。何人か落ちながらなんとかクリアしました。さあ、続いてが5つ目か。キューブ5。100秒で7人。バランスとんの難しいな、やっぱり。Thank you.
取り落ちちゃいましたが、あ、そこが落ちてる。さあジャッジメント、なんとかクリアです。だいぶ振り落ちてますだいぶ落ちてます全然バランス取れてないってことでしょうね。なんとかそのジャッジの時間の短さで乗り切ってるみたいな、ね、そういう感じがしますが、さあ100秒で8人、ナイスプレーです。ちゃんと中央を取ったみたいです。お、今回もまたナイスプレーです。さあジャッジメント、あ、これすごい、あー一人落ちた。さあどうだ、あーまた落ちた。どんどん落ちていく、バランスが取れていない。どんどん落ちていく。おー、なんとかクリア。バランスをみんな崩しながらボッコボコ落ちながら、なんとかクリアです。さあ今回は、お、結構いったな、29人。あ、でも32やったんや。難しいですねこれ、かなり難しい。そしてまだこのリモコンを振るという操作がね、板につかないですね、うん、リモコン振った上でポインターも合わせないといけないっていうね。リモコン振った時点でポインター行方不明になるから難しいですよ。これはかなりの難易度やと思います。そんな君と僕と立体でございました。今回はね、とりあえずここまでしたいと思います。また次回別のゲームをやりますので、次回もお楽しみください。エンターゲームインズボックス、ご視聴ありがとうございました。